はい、レオンチャンネルのライブ配信実況へようこそ、仮面ライダー第20話と行きたかったんですが、なんかさ、仮面ライダーじゃなくて、あの、YouTube のアプリが更新されて、先週かなそっからね、実況ボタンの調子がおかしいんですよね。実は先週の日曜日も、実況動画を上げる予定だったんですけど、前みたいに録画して、それを実況しようと思って、やったらなんか、 ザーッとか言って音が鳴って全然僕の声が入ってなかったみたいな,なん30分撮った後に全然それが音が入ってなくて無駄になっちゃってで今もあのー、今日今朝かやろうと思ったら全然こう始まらなくてはで始まったら始まったでザーッとか言って音が入ってて僕の iPhone が悪いのか何かアプリが更新されてから調子が悪いのでもアプリね更新されてからボタンが増えたんですよね 実況するときにこれこれこう目だ。押すボタンが。だからちょっとそれが解決するまで実況、ライブ配信実況は、まあ、今週中にかい、本当は来週も、仮面ライダービルド、ハザードハザードフォームあ、出たね。ハザードフォーム、なんかもう見るからにやばい黒いさ、闇落ちライダー。あんなの、なんか映画とかじゃなくて地上波の普通の本編で、あんなライダーが出てくるんだみたいな。しかも、使えば使うほど、 自我を失っていくとか言って。で、来週の予告の感じだと、もう、を、バンジョーに攻撃した後っぽかったですよね。<laughs> 大暴れみたいな。いやー、今日のやべーの音声部分とか実況したかったんだけどさ、なんでこんなにアプリの調子が悪いのかなちょっとそれを、今週中解決して、まあ、次の、来週、できれば、ライブ配信実況復活したいって感じですね。 で、そうだね、じ、えっとなんか、こんなさ、コズミックスイッチみたいなさ、形の、やばい、やばい、見た目からしてやばい、スイッチの拡張アイテムが出ましたけど、ビルドドライバーってこの、リングの、シルバーのリングの上にもともと穴があって、ここに拡張アイテムが入るんだよね、ティットみたいなのを発売当初から言ってましたけど、ああいう風な、トリガー型のアイテム。でもなんか見た目、そんな、 いかつくないっていうか、割とシンプルめのね、メタリックレッドの、ま、スイッチ周辺、スイッチがある時点でちょっと怪しいは怪しいんですけど、あれを、あんなリスクのあるやつを今後使いこなしていく感じなのかな。タイミング的には2月登場だけど、いつもより1ヶ月ビルドは早いから、なので、エグゼードで言うところの、マキシマムゲーマー。でもレベル、あれか、20話だから、あ、でもそんなもんかな。でもちょっと早いかな。 この後にもう一回パワーアップがあるってことビルド何回パワーアップするんだよって感じですけど。まあ、とりあえず今週もね、なんだかんだ大変そうでしたし、戦争も本格化してきて、玄徳さんも、ついに一旦退場。だけど、新たな力を手に入れてまた現れるみたいな感じで自分で行っちゃってましたから、まあ、あれは確実に仮面ライダー化して、 次ね春、春休みぐらいにもう一回再登場するんじゃないかなと。ゴールデンウィークぐらいかな。ゴールデンウィークのおもちゃ、あのー、展開に合わせてとかなのかな。そんな感じで、ちょっと実況の動画が出せておりませんが、機器のトラブルでね。ちょっとこのあたりは、まあ YouTube のほとんとアプリ的なものだと思うんで、 ちょっと調べて、なるべく次の回までには解消したいと思います。以上、レオンチャンネルの実況じゃない動画でした。